えーどうも、おはようございます、皆さん。今日もですね、総価学会の皆様に語りかけるチャンネルでございます。あの、今、セブンイレブンのポロシャツ着てますけども、別にバイトに行くわけではなくてね、たまたまうちにあったんですよ。いや、なんでこれあるんでしょうね。まあ、あの、寝巻き代わりに使わせてもらってます。これで外に出るとちょっとね、いろいろと誤解させちゃうことがありますんでね。はい、セブンイレブン。これちゃんとしたポロシャツですよ、公式のね。なんであるんでしょうね。はい、それはまあいいとしてですね。今日はね、 1一枚のこのスクリーンショットを見ていただきたいと思いますえっと上の方から苦境ってありますよね年金増額も生活楽にならず貯金がつき職探す80代もということですねあの皆さん竹中平蔵さんがね人間はそのうち80になっても90になっても働く未来が来るって言ってますけどももうすでに来てるわけですよこの80代の方っていうのはおそらく 生ままれたたたにだだだねね大東亜戦争のの、まあ、最中だっっかか直後だったかその辺りです、ね、おそらくこの中井さん83歳という方が今出てますけどもこの方が生まれた年に大東亜戦争が始まって、えー、4歳ぐらいの時に終わったっていう計算になるんじゃないですかねそれから戦後復興の中働いて働いて働いて,働いてやっと冷蔵庫が買えやっと洗濯機が買え やっと犬小屋みたいな家が買えっていう風にね、長渕強さんもなんか言われてましたけども、なんか妙にあれが真に迫るんですが、この今回出てくださった中井さん83歳ですけども、年金は約月間で16万です。これ結構ね、ある方です。ね。だから2ヶ月に1回の年金支給で32万もらっていて、1ヶ月16万ですから、これね、 結構私が目にした方って年金の受け取りが月あたり10万弱なんですよ。とてもじゃないけども、貯金を切り崩すか、なんかね、アルバイトでも行くかしないとやっていけない価格ですよね。で、この中井さん、動画を概要欄に付けておきますので、お分かりになると思いますけども、結構ね、ハキハキしてて元気な方なんですよ。だから、健康をこの年まで維持できた非常に幸運な方だったと思います。 プラス加えてですねおそらくですけどもこの中居さんのご家族とかお身内の方も、まあ、割と豊かな方に囲まれてるんじゃないかなというふうに推察します。えというのがね長生きすると何がリスクになるかっていうと70代80代になって今7050とかね8040でしたっけそういう問題がありますけども実はね自分の家族が足かせになるパターンって結構出てるんですよ。 例えば40代50代の私と同じようなロスジェネ世代がねうまく就職もできずに結婚もできずに結局70代80代のお父ちゃんやお母ちゃんと一緒に暮らす子供部屋なんとかっていうのがありますよね、まあ、そうなると目に見えない子供の経費子供っっ言っても40代50代ですよこれを払わないといけないんですよ例えば一緒に住んでいると家が傷んできますけども家賃を子供から取れるかって言ったらなかなかね難しいですよね 家賃を入れたとしても月に3万とか4万とか5万っていうあたりじゃないですかそうなると結局ねそれを家賃としてもらっていても別に親の利益になるわけでも何でもないんですよ冷蔵庫を開ければマヨネーズとかそれから調味料なくなっていきますそれは誰が買うのかっていうことなんですけども使ってる人みんなが買うんじゃなくって多分その家を持っているねお父さんお母さんが買うんじゃないかなと思いますよね、まあ、そうなってくると 実家は金がかからないっていうのはね、あくまでも40代、50代の子供の側からの言い分であって、なんで金がかからないかっていうと、その分、親が払わされているからでしょ。で、親としても子供がいるのはあんまり無限にもできませんし、いればいたでね、ありがたいところもあるんで、だからそのまんまの状況を続けちゃうこともあるんですよ。もちろんね、あの立派に働いて、ちゃんと家賃をね、えー、そこそこ入れてですね、 で、えー、同じ家には住んでいるけども、きちんとわきまえて、家の作業分担とかそういった例ならいいんですけどもあ、ちょっと今回話の論点がずれましたね。えー、行き戻りましょう。あの、一気に戻しますね。えー、今回のテーマは、この年金世代の方、この中井さんをはじめとする年金世代の方がね、見てください。80代で職を探してるわけですよ。もちろん、働きたい人が職を探すのはいいんですよ。でも、 生きていくために仕方がなく、体に鞭打って、一週間に一回でも二回でも働けるところを探して、いまあ未だにね、苦しい暮らしを送っている。これ一体誰のせいなんだということですよ。ね。それは、政治が三流なら、やっぱり国民の暮らしは三流になるんですよ。これ、ある人はね、国民が三流だから、その三流の選択肢で選んだ政治家はやっぱり三流になるっていう風なね。 まあそんな言い方をして、なんとなく納得してしまいそうなんですけども、そうはいきません、政治家になった以上、やっぱりね、どんな国民に選ばれても、絶対に一流でないといけないです、それは自分で三流だったかもしれない、もしくは、政治家になった瞬間は三流かもしれないけども、やっぱりそこからね、その環境に潰されることなく、一流になっていかないといけないんですよ。 まあそういったことを考えると何が一流かっていうと国民が苦しくないか国民が困っていないかってことですよね国民の大半がもしね自分よりも苦しい暮らしを送っているならそれは政治家の責任ですよこの辺もちょっとね話し出すと長くなるんで今日のテーマもう一回最初からお話ししますと公明党の責任重いですよ自民党がどうしようもないのは分かってますよでも公明党が自民党と連立を組むことによって 自民党を漁師得るはずでしょで、公明党の根っこにある総価学会にはそのぐらいの気概と意思と能力があるはずです。しかし、その気概と意思と能力を自民党なんかとグルになってね、国民から搾取することに、やっぱりこう、舵を向けちゃったじゃないですか。その辺は、おそらく総価学会の皆さんも、熟知者、熟知たるものがあるんではないかなと思いますね。そしてこういうふうにも書いてますね。 年金で毎月16万円を受け取っているこの83歳の中井さんですらね、今年の夏、越せるかどうか、冷房をつけ続けたら電気代払えないって言いますよ。いや確かにね、毎月1万2、3000円の電気代が3万になったら、プラス1万5、6000円になるでしょ。きついと思いますけども、その1万とか2万でね、生きていけるかどうかわからないような、排水の陣に送り込んでしまった自民、公明の連立政権。 罪は重いいと思いますよ、ね、失われた30年といって、久しいですけども、30年前、もっと言うと、公明党と自民党が連立を組んだのは25年前だと思いますけども、その頃中井さんはまだ50代ですよ、その頃に、あ自民党と公明党が一体化したんだねと、これからは自民党の暴走を公明党が止めるんだろうなと思って、中井さんが投票したかどうか分かりませんけども、そう期待して、公明党に期待してね、 一票を投じた創価学会の方もしくは創価学会にいろいろとね誘われて公明党に票を投じた方いたんじゃないですかねで、そういった人たちの票をある意味ね、公明党が盗んで自民党とグルになって、この今の失われた30年をコツコツと着々と作っていったんですよ、で公明党はそれをそばでいて指をくわえて見てるだけということだったんですよね。 国民が苦しいね。はい、自己責任。ね。まあ、こういうことですよ。公明党の皆さん、もう、どうしようもないですね。総科学会の意思など、全く公明党の中にはないですよ。私はね、公明党の、まあ、会員でもないですし、それから総科学会の会員でもないので、客観的な立場から申し上げますけども、 どこにも属してない私が公平に思いますけども公明党はもう本当にね無害、有害、有益そうですね無益ならまだしも有害ですよ、うん、それこそ武器輸出法案とかね沖縄の基地の問題とか散々ですよもう何をやってるんだと公明党を作り上げた創価学会そのものがこういうところなのかと いうとこまで来てますね。まあこれでもね、公明党支持を辞めない総額会の方がいるわけですから、なんだかもうね、嫌になっちゃうわというところでございます。まあ、ちょっと熱くなってきましたんで今日この辺で終わりましょうか。いや、言葉が荒れてきますんでね、この辺で終わらないと。まあでも本当、公明党の皆さん、信心した方がいいですよ、そろそろ。まともな人間になってください。それじゃ